はい、はい、それでは後編です、はい、あんちゃん、タイトルコールです、はい、あんこのここが知りたい、イエーイ。というわけで、はい、今回前編で予告した通り、はい、来日の決定しましたドレイモンド・グリーン選手について掘り下げる予定ですが、はい、その前にね、あんちゃんからね、うん、疑問があると、うん、はい、いうことで、まずそれをお聞きしましょう。そうです、ウォリアーズのドレイモンド・グリーンについてちょっといろいろ疑問があるんですけど、はい、去年、もちろんプレーオフのファイナルにも出場しましたし、ウォリアーズの試合を見る機会は多かったんですけど、うん、ドレイモンド・グリーンについての印象は正直ないです。はい、で、っていうのも、うん、まあ、カリーだとシュート決めたりとか、うん、なんかイメージができなくて、この選手がどんな選手なのか。うんうん、で、MVP をケビン・デュラントが取ったじゃないですか。うんうん、ケビン・デュラントとにとっての優勝、ウォリアーズ優勝と、うん、ドレイモンド・グリーンにとってのウォリアーズ優勝では全然意味合いが違うんじゃないかなぐらいにちょっと思ってしまいました。なんで、ちょっと今日はドレイモンド・グリーン選手がどんな選手なのか、まあ来日、まあ、懐疑的なわけね、はい、要はそうです、もうん、もやもやしたまま来日迎えたくないもんね。そうです、その通りです。凄さをね、分かってる、ね、そうです、そうです、はい、すごくないですか、皆さん。楽天さん素晴らしい会社ですよ。自分のスポンサーのチームもあえてね、やっぱりジャーナリズム精神、ね、もっと知ります、疑問を呈して、はい、知りたいです。なのでいろいろ教えてください。じゃあ大西先生、はい、よろしくお願いします。確かに、うん、分かりにくいのかもしれない、うん、ほらステフィン・カリーとかはどっからでもシュートが入る、うんうん、クレイ・トンプソンはなんか精密機械のようにスリーをひたすら打ち続ける、うん、ケビン・デュラントは圧倒的なスコアラー、うん、こうすごい選手がいる中、うん、ドレイモンド・グリーンも、うん、まあその中に名前が入れられるわけですけど、うん、確かにパッと見なんだろうって思う人が多いのかもしれない、うんうん、確かにね、うん、じゃあ何がすごいのかと言いますと、うん、はい、まずドレイモンド・グリーン選手、身長201センチ、うん、体重104キロ、うんうんうん、この時点でちょっとなんか思ってほしいね。重い。おお、そっち大きい？いや、小さいんですね、これ。なぜなら、クレイ・トンプソンも同じ201センチ、93キロ。まあちょっと、ドレイモンドよりは軽いんですけども、うんうん、同じ身長なんですよ、うんうん、ただ守ってるポジション、やってるポジションが全然違って、うんうん、クレイ・トンプソンはウィング、シューティングガード、うん、いわゆる小さい方の選手たちがやるポジション、はい、カリーとかと一緒。そう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 、うんうん、カリー のガードのパートナー、うんうん、一方ドレイモンド・グリーンはセンターですから、あ、大きい選手のポジションってことですね、うん、本来ならコート上で一番でかい選手、うんうん、のはずが、うんうんうん、どう考えてもデュラントの方がでかいですからね、うん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 、で、もうグリーンの相手はもうみんな自分よりでかい、みんな210センチとかね、はいはいはい、そんな感じ。ただ、この2人何が違うのかというと、ウィングスパンって分かります？これです。そう、手を広げた時の長さ、はい、平均的な人間なんですけども、まあ、身長プラス5センチぐらいなんですよ、うん、え、そうなの？そう、アメリカ人じゃなくて、人間って書いてあった。アベレージメイル、あ、なら男性。やべえ、全然俺アベレージ。もしかしたらアメリカ人かもしれない。で、クレイ・トンプソンは206センチ。まあ、平均なんですよ。平均なんだ。ドレイモンドは、はい、なんと、217センチ、腕がめちゃくちゃ長い。で、それによって、有利なのが、もちろんディフェンス。はい、まあ、手が長い分、カバーできるエリアが全然違うので、はい、うん、まあ、それを使って、まあ、スチールだったりブロックだったりとディフェンスでいろいろと駆使してね、活躍しているわけですよ、うん、まあ、体格的なところはそんな感じなんですけども、次に経歴をちょっと見てみましょう、はい、で NBA 優勝3回、うん、2015、2017、2018、うん、で、NBA オールスターの選出が3回、2016、なんで2016、2017、2018、はい、で、オール NBA セカンドチームに1回、2016年ですね、オール NBA サードチームが1回、2017年、
オールNBAチームっていうのは、シーズン終わりに選ぶベスト5みたいなのが、うん、あのファーストチーム、セカンドチーム、サードチームってあるんですけど、まあ、セカンドチーム1回、サードチーム1回で、NBA 最優秀守備選手賞、うん、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに1回、2017年に選ばれてます。さらに、NBA オールディフェンシブファーストチーム、これは NBA の守備が一番良かった選手を選ぶファーストチーム、セカンドチーム、サードチーム、サードチームあったよね。ある、まだあるんです。あるかな、ないかも。まああるんですけど、ファーストチームに3回、2015、16、17で、セカンドチームに2018年で、スティールが一番うまいリーグで、一番多い、多い、そうだね、うまいっていうと語弊があるね。平均スティール数がリーグトップが2017年で、この NABC 最優秀選手賞っていうのは、これはナショナルアソシエーションオブバスケットボールコーチだったかな。へー、これはあの大学の時に、うん、大学4年生の時に取ってる。あ、そんなの取ってるんだ。まあ、要するに、まあ、あの大学 MVP みたいなもんなんですけど、大学 MVP ってなんか3つ4つ賞があって、うん、その中の1つで、コーチが選ぶ賞ってこと、うん、コーチに好かれる選手なんですね。使い勝手がいい、はい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 、とにかく万能ってことですか。そう、うん、で、まあざっと見て分かる通り、うん、ディフェンスがとにかくいい、うんうんうん、で、あのサイズ感でディフェンスがあのポジションでいいっていうのが結構軽有な存在で、リーグを最近のリーグの傾向として全体的にちっちゃくなってってる選手のちっちゃくなってるっていうとちょっと違うんだけど、要は今まではセンターは213センチとか、うん、もう巨人がいる、はいはいはい、でガードはちっちゃい選手がやるみたいなのが、うん、いわゆる90年代とか80年代のバスケットボールだったんだけど、うん、最近はちょっと全体的に平均的になってきて、どのポジションも、うん、なんかガードも大きいし、はいはいはい、インサイドもちょっとなんなら小さくなってきて、うん、でそれをスモールボールって言うんだけど、うん、小さいボール、小さい、小さくやるみたいな、うんうんうん、でそれのもうなんか筆頭格みたいな感じなんですよ、ドラえもんのグリーンっていうのは、はい、でその大きいセンター相手にも守れるし、うん、でも小さいから小さいなりに外でもプレーができると、うん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 、で自分でなんならボール運んじゃったりとかで、スリーポイント打ったりとかもできるし、でパスも非常にうまいので、でそうすると相手のセンターがどうなると思います？ゴベアどうなっちゃう？ドレイモンドとマッチアップしたら、オタクの、あ、ジャズの、ジャズドレイモンドがドリブルもできます、はい、スリーポイントも打てます、外でプレーができちゃいます、はい、ゴベアは彼を守ろうとすると立ち打ちできないですよね。立ち打ちできない、認めてしまった、外に釣り出されるあのゴベアって、は特に OKC と去年の、はい、プレーオブ、去年っていうか昨シーズンかのプレーオフでやり合った時なんか顕著だけど、ウエストブルックのあの突進をブロックできちゃうぐらいのスーパーブロッカーなんだけど、でもそいつがいくらいても外に釣り出されちゃったら動き回らされるってことですか？いや、ペイント内に入れない、ゴール下でバーンって叩きたいのに、そういうやつが釣り出されて外まで守りに行かなきゃいけないってことは、守備範囲が広がっちゃうってことですね。そうそうそう、で外に引っ張り出されると、うん、本来そこを守る人じゃないと対応できなかった、はいはい、でゴール下が開くでしょ、はい、すると他の選手が入れる、 KD が入ったりカリーが入ったりとか、シュートが打ちやすくなっちゃう、そう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 、全体的にあのオフェンスがやりやすくなる、うん、でそれをその役割をすごいこなしている。でよくドレイモンドで多分俺見過ごされるスタッツというか要素の一つがやっぱパスだと思うんだけど、うん、パスが本当に上手くて、もう本当ここ数シーズンはずっと平均7アシスト以上とか記録してるぐらい、7もあんの、うん、すごい、あのやっぱパスがセンターがパス上手いと、その分やっぱボールがすごい回るの、うん、でオフェンスもすごい機能するので、でこのいきなりこの初心者に教える非常に難しい要素を出してきたんですけども、はい、これちょっと使わないと説明しようがないんで、はい、オフェンスレーティングっていうのは、はい、だいたい1試合100回攻撃できるものだと思ってください。はい、1チームですよね。1チーム、はい、でってことは100回守る機会がある、うんうん、で
その例えば、平均100点取ってます1試合100点取ってます、はい、でそれがもしかしたら試合によっては90回しか攻めなかったとか120回攻めた試合とか、うんうん、その辺を全部平均的に100回攻めましたっていう数字に直したのがオフェンスレーティングっていう数字なんですね、はい、でディフェンスレーティングは要はそれの失点版だと思ってください、はい、でネットレーティングはその差、うん、差でもだから得失点だと思って、はい、でこれアシストパーセンテージっていうのはチームの得点がどれぐらいアシストで生まれたかみたいな、うん、で、これがこの数字がドレーモンドがいない時の数字なの今年のプレーオフです2018年のプレーオフいない時で結構いいねすでに2018年のプレーオフです、はい、レギュラーシーズン中今年あんまり良くなかったからわかりやすくねそうそう伝えるためにねでこれがいる時の数字なんですわあ。わあ、すごい上がってる、まあ、そう見た通りオフェンスも上がるし何よりディフェンスが下がる、うん、でその結果、うん、得失点差が下がる、うん、でアシストがめちゃくちゃすごいすごいねそのボールが回る率が全然変わってくるんですよへえ結構ゲーム回してるってことですかそうそうそう意外とアーミエの影のドン的なまあ、だからプレイメーカーとしての役割が非常に高い、はい、なのであの知らないところで結構実はあれドレイモンドのあれのおかげだったみたいなっていうところがあるので、はいまあ、確かにパッと見何してんだろうねあの人みたいな要素はあるのかもしれないけどよくよく見てると結構ねプレイに絡んでることが多いのでどうしてもシュートが目立っちゃうよね、うん、そうだね得点してるかどうかみたいなとこが注目されがちだけど、はい、そこで注目度が多かったじゃん実際シュートが上手すぎる3人とやってるからアシスト生まれてるんだけどドレイモンドはその3人と比べてシュートを張り合えるキャラクターではないなるほど、うん、そうなので何でも屋さんだと思ってくださいあシュートができないわけじゃないってことできないわけではないないけど最近はちょっとやばいやばくなってきてスリーポイント率とかちょっと率が落ちててあの とりあえず今年のレギュラーシーズンさっきも言ったんだけどあんまり数字が良くなくて、うん、なんかドレモンドやばいんじゃないのみたいな感じになってたけどプレーオフでめちゃくちゃ活躍するっていうで結果優勝へー、はい、だからあの今年じゃないか2018年のウォリアーズの特徴はレギュラーシーズン中ちょっと苦労してる感じがあったんで、ねうん、勝ってるチームみんな経験することなんだけど、うん、勝ち続けると飽きてくるっていう問題があって、うん、モチベーションを維持することって結構スポーツにおいてかなり難しいことで、うん、でそこはもうスティーブ・カーヘッドコーチもずっとシーズン中言ってたことで、うん、なんならドレーモンドもシーズン中これが結構問題になってるみたいなことを言ってたりしてたんだけど、うんまあ、いざプレーオフとなってみるともうきっちりとそこはレベルを上げてきて、うん、まあ活躍をして、うん、それこそあのペリカンズとプレーしてた時はアンソニー・デイビスとマッチアップしてたんだけど、うん、もうデイビスもう打つすべなしみたいな感じだったね、ドレーモンド相手にもう最後の方とか完全にやられてたからね、うん、シュートも外すしターンオーバーも多かったりとか、うん、そういうなんか見えないところで実は活躍してるまあ、よく見るとわかるんだけど、うん、その辺をちょっと注目してぜひ全然知らなかったそれがわかりやすいあの数字が1個あるんですけど、はい、2016年史上初レギュラーシーズン中に1000得点500リバウンド500アシスト100スチール100ブロック達成っていうえ向けて1000得点1000得点、うん、シーズン通してね、うん2016年のシーズンで12、3点ぐらいだったね1000得点達成、まあ、あのすごい人は2000点とか取るんだけど、うん500リバウンド、うん、で、500アシスト、うん、100スチール、うん、100ブロックおおすごいね、うん、あんまりピンとこない全部彼がフル出場したとしたら82で割ればいいわけだからあ平均だそうだから1000得点だったら10何点10点台前半そう取ってるしアシストだったら7リバウンドも7やってるみたいなそういう世界だよねそうそうそうでブロックのスチールも1個以上あるよとなんなら総数はもっと多いからね、うん、1131得点769リバウンド598アシスト、うん、で119スチール113ブロックなるほどまあすごいんですよそうだ要はすごいってことです何でもできるんですいや史上初ですから今まで NBA 50何年の歴史がありますけどそうで今の数字を達成した選手は今までいないじゃ
ゃあめちゃくちゃすごいってことですね。もう本当オールマイティーだから、まあ人によって意見分かれるんだけど、指揮者によっては、ドレイモンドが一番重要、ウォリアーズで重要な選手っていう、そこまで言われることもある、いう、その批評家がいるぐらい。へぇー。で、いる時と、さっきも見せましたけど、いる時といない時で、全然、よいしょ、よいしょ、全然数字が違うっていう、ね。そうですね、全然違いますね。へぇー。じゃあ私、結構最悪なこと言いました。いやいやいや、そういう番組ですから。あ、そっか、よかったよかった。勉強していく番組です、はい。誰しもが通る疑問って。全然見えな、見えないですね。なんかやっぱり、ディフェンス、ディフェンスを右、なんか知らないと分かりにくいと言います。難しいね、確かにね。これ数字が出ると分かるけど。これがすごいっていうのは、うん、バスケ、ちゃんと NBA を知ってないと理解しにくいと言いますか、うん。見えにくいじゃないですか、どうしても。そうね、だから得点以外に目を向けてみると、いろいろと見えてくるかもしれない。なるほど。だから2年目の課題で。トリプルダブルって分かる。はい、分かります。1試合で何個かの、なんかで、トリプルダブルって言ってるのなんか、まあ、大体は得点アシストリバウンドで2つの項目で2桁とすること、はい、まあ要はラッセル・ウェストブルックとか30得点、10リバウンド、10アシスト、これトリプルはダブルなんですけど、唯一得点以外でトリプルダブルを達成したのもドレーモンド・グリーン。唯一なんだ。唯一、確かリバウンドと、アシストとスチールだったかな。おー、スチールの時、うん、あー。もう、めちゃくちゃ出るんですよ。確かにね。そう。ただ、いろいろ問題児でもあって、うん、すごい劇場型といいますか、うん、熱くなる。非常に熱いプレーをする選手なので、うん、さっき優勝、ウォリアーズ2016年優勝できてないですよね、はいはい、あれは結構大きな原因があって、うん、ファイナルに出場する前に、サンダーとクラホマシティサンダーとプレーしてたんですけど、その時にスティーブン・アダムス、わかるかな、サンダーのセンター、ひげのもじゃっとしたセンターの人がいるんですけど、その人の股間を蹴ったっていう、まあ、わざとじゃないかどうかはちょっとわからないんですけど、うん、まあ、そう飛んだ時の弾みで蹴ってしまったという。でそれでフレグラントファールはわかる？フレグラントファール必要以上に危険なプレーっていうのは、はい、ファール以上にフレグラント 1,2 っていうのがあって、フレグラント2になるともう退場になっちゃうとか、フレグラント1だとフリースロープラス相手にボールが渡るとか、まあ細かいルールはいろいろあるんだけど、うん、プレーオフ中はそれがポイントとして加算されていくのね、うん、で何ポイント以上溜まっちゃうと出場停止になりますっていうのがあって、でそれがその時点で3ポイントとかだったの、うん、でファイナル中に、第4戦2016年のファイナルだから、その時点で第4戦でウォリアーズは3勝1敗で勝ってたの、うんうん、もうあと1勝すれば優勝、うんうんうん、ただその第4戦中にレブロン・ジェームズ選手がドレーモンドと、まあなんかいろいろ吸ったもんだって倒れてるドレーモンドの上にこう またぐような感じでレブロンがっていう行動を取ったのことに対してドレーモンドが怒っちゃって、また股間にキックしたんです。いや今回はパンチだった。ラッパー気味に入りまして、でそれが、まあ、その時は取られなかったんだけど、なんか後日かなんかに、レビューかなんかで、これはやっぱりフレグランとかっていうことになって、うん、そこでポイントが溜まっちゃったんですよ、うん。なので第5戦出場停止、うん、ドレイモンドが出れない、ウォリアーズ負けました、うんうん。まあ戻ってくるんだけど、そこでもう流れが一気にクリブランになっちゃって。あ、人質1試合だっけ？あ、2試合だっけ？なんとなく2試合た、そうだ、2試合で、ね、2試合で、出場停止になって、出れない出れない、負ける負ける、はい、3勝3敗で第7戦迎えました、ドレーモンド帰ってきた、ドレーモンド、なんかすごい活躍したんだよ、30点とか17リバウンドとか、なんかすごい活躍したけど、まあ、流れを、シリーズの流れを完全に持ってかれたと。それぐらい、ドレーモンド不在がウォリアーズに響くっていうね。でも問題児でもありますよね。うん。
まあ、基本的にバスケって接触的、接触をするから熱くはなるし、で、闘志の面で基本的には負けちゃいけないから、もうガンガン行った方がいいんだけど、金敵とかまで行っちゃうとダメだから、そのコントロールを本当にギリギリのところでプロのトップの選手がやってるんだけど、それを微妙に超えちゃう選手。超えちゃうんですね。ちょいちょい放出しちゃう気がする。なるほど。だから結構観客も煽ったりとか、他の選手とこう言い合いになってたりとか、審判に言い合ってたりとか、いろいろ見はするけど、うん、まあそれも全部、まあ、闘志の表れと言いますか、うん、そういうタイプの選手。でも逆にKD とか、はい、まあ今もうだいぶ彼も克服してるけど、昔はなんか変なところで点全然入れなくなっちゃったり、あんなすごい能力なのに、うんうん、メンタル的なちょっと弱さを見せてた時もあったんだけど、もうウォリアーズ行ったら、どれもそんなの許さないから、はい、KD がふざけたプレーしてたら、大スーパースター KD、ガン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 行って。もうだからベンチ裏で、KD とドレーモンドがもういい、もう怒鳴り合いみたいになってるところを、まあ、メディアが抜いて、ウォリアーズやばいぞやばいぞってなるんだけど、結果それでチームは強くなるっていう。いなきゃいけないんだね、ああいうタイプがね。もう平気で、スティーブ・カートも言い合いしますから。うん、練習中とかもずっと言い合いしてるらしくて、この間ステフィン・カリーがなんか暴露してたんだけど、練習中にカリーと、あ、カリーじゃねえ、スティーブ・カーとドレイモンドがもう喧嘩みたいに言い合いになっちゃうから、うん、もうチームここで練習止めてこうやってボーって見てる、どっちも言ってること正しいし、どっちも言ってること間違ってるからどうしようかなみたいな、なんかどっちもいいやし、いいよし、よしよしあるけど、でもどっちもそれだけチームにとって重要な存在だから、どっちの側にもつけないし、まあこれは2人で解決してもらうのを待とうっていう、でも終わるともう何事もなかったかのように、だからもう良くも悪くもムードメーカーですよね。なるほど。かつ何でも屋さんという、そんな感じで覚えてもらえれば。わかりました。ムードメーカーかつ何でも屋さん、はい、繰り返します大丈夫、今まとめが弱くなかった。でもちゃんとイメージ変わった、ゲームをそこまで動かしてる、うん、さっきの数字がもう顕著ですけど、うん、ゲームをあんな風に動かしてるのは全然知らなかったです、うん、へえ。でもその何、何でしたっけ、ちょっと熱くなっちゃう、うんうん、まあ、確かにスポーツにおいては大事なことではありますけど、うん、ちょっと行き過ぎちゃうところもあるんです ね、 ね、金的はね、ちょっとそう、金的はちょっとやりすぎだからね、視聴者としては熱くなってる選手がいると面白いんだけど、まあ面白いですね、見てる方は、またやってるぞみたいな感じってことですよねまたあいつと、結構だからウォリアーズのファンとかはそれ分かってて、ホームでドラえもんがなんかそれやってるともう盛り上がるから、勝者の余裕があるな。で、それもドラえもんでも分かってるけど、客を逆に煽るとかね、なんか自分の納得いかないコールが、笛があったら審判に行くとテクニカル取られちゃうから、行かずにもう客を煽るみたいな。ディフェンスにじゃあ注目するのが2年目の課題だとし、はい、あそこにしようか、そうします、じゃあディフェンスにしましょうか、はい、そしたらまたちょっと面白くなるかなって今思いました、うんうん、じゃあディフェンスのポイントは多分今のバスケットボールだと、はい、そのトランジションって言ってオフェンスが入れた後とかダメだった時にディフェンスに戻ってこなきゃいけない、あそうですね、その逆襲を防ぐトランジションディフェンスがまず1個のポイントと、はい、もう1個はピックアンドロールっていうのがあるので、それをいつか語れるぐらいになる、いや語れる人を呼ぼう、あそれはそうですね、このコーナーでやっていこう、はい、このコーナーでやっていこう、もっと深掘りして、特にそうドレモンドはそのトランジションのディフェンスもすごい良くて、うん、要はだから速攻になるわけよ、もう2対1とかでも、うん、それを頑張って守っちゃうような選手、その辺をね、なんか映像使って誰か、そうですね、解説してほしいですね、ね投げるスタイル、これできないからこれなんか映像確かに見ながらこれがすごいっていうのを教えてもらえるともっと入ってくるかもしれない、確かに、じゃあそこの映像の権利は買っていただいて、はい、もちろんはい、やりますということで、あれはあとはスーパーチームがどこまで続くか的な話は、あーそうやる要するに、はい、カリーがいる、はい、デュラントがいる、はい、この時点で2人の年俸はすごい高いんですよ、はい、で、来年かなクレイ・トンプソンが
フリーエージェントになるんで、うんうんうん、彼もまた契約しないといけない、うんうん、で彼はもうずっとウォリアーズにいるだろうぐらいに言われてる選手、うんうん、でドレイモンド・グリーンは、延長契約が一応もう契約はまだ2年ぐらい残ってるんだけど、もう一回再構成して延長するっていう手法が取れるんだけど、うん、今年結局それやらなくて、うん、で来シーズンもどうするだろうみたいな、要するにお金が足りなくなるのよ。なるほど。4人みんなすげえから、ね、そうそうそう、サラリーキャップっていうの上限があるから、いろいろ特例はあって超えれるはするんだけど、ある程度はやっぱ超えられなくて、うん、スターだけにお金をかけちゃうと要はベンチに全くお金が割けなくなっちゃうから、その辺もやりくりが難しくて、うん、でもドレイモンドは別にね、自分の要求する額下げてあげる、うんうんうんね、必要はあんまりないから、うん、本人としてはね、お金欲しいだろうから、はいはいはい、その辺が結構今注目されてるんですよ、ウォリアーズが何年続くかっていう、うん、で彼の役割を埋められる選手があんまりやっぱいないから、うん、かなり特殊な選手なので、うんうんうん、その辺が結構今注目されてるんです。なんで今ね、世界でひょっとしたら一番最先端のバスケットボールをやっているウォリアーズを見れるのがあと数シーズンかもしれない、下手したら1シーズンかもしれないね。じゃあ本当に何が起こるかわからないということですね。だから来期というか今期か、今期は見れますんで、うん、今期じっくり見て番組でも取り上げましょう、はい、そうですね、うん、まあ同じと取り上げることになるんで、はい、俺が選んでるとね、あのグリズリーの話はい、というわけで勉強しました。じゃあ課題ができてれば、はい、確かに、はい、また見方が変わって、去年よりかは見方が変わってくるかなと思います、うん、疑問も良かった、今回の良かった、毎回本当にあんちゃんに疑問出しても率直に、確かにちょっと本当率直すぎたかな、大丈夫、修正なしていこう、良かったですこのままでいきますというわけで、はい、今週は以上になります、はい、また来週も見てください、はい。